最近メイドを雇った。仕事熱心で真面目だけど、怪しい。こんな古びた小さい屋敷にあんな派手なメイドが来ることが怪しい。私をぜひこのお屋敷で雇ってはいただけませんでしょうか。お給料はいりません。こちらに住み込みで働かせていただければそれで良いのですが。そんなの必要じゃ。掃除も洗濯も食事も全て坊ちゃまがご満足いただけるようご奉仕させていただきます。かまされないぞ。なんで僕のメイドになったんだ。目的を言え。リリス、あいつリリスって名前なのか。もしかして私のことがそんなに気になりますか。なんでわかった。お前、さては僕の心が読めるのか。お前のことが気になって夜も眠れないくらい考えていたことに気づいていたのか。はい。私たちの中を誰かに見られるのが恥ずかしいのです。こんな綺麗なメイドがいたらみんなが見惚れてしまうだろう。実はその料理には坊ちゃまが私を好きになるお薬、惚れ薬が入っているのですよ。